過ぎちゃってね、はあ、なんとすごいものゲットしたんですよね。そうなんです、あのバレー部でその大会に行く前に泥棒っていう声が聞こえたんで、えっと思ったら置き引きで、でなんか走ってるおじさんが前にいたんで、わーってあの人が絶対に泥棒だと思って、はい、ほんでその人をこう追いかけてって、ほんでその間におまわりさん呼んでって言いながらわーって走ってって、バーンって捕まえて、で勢いがついてるからおじさんもこうやってバーンってなった瞬間にゴロンゴロンゴロンって言って、もう太陽に吠えるみたいな感じで取ったもの出せっつって言ったんですよ。すごい。そしたらお財布とか全部取ってたんですよ。でその走行してるうちにあのパトカーが来て、で初めてパトカーに乗って警察に行ったっていう。そうなんです皆さん。お外のゲットだぜしたね。そういう時に使わないでください。ゲットだぜ。本当に。松本さんとゆきぽよさんの横浜ジェネレーションギャップを埋めるべく、ゆきぽよさん作成オリジナル地図で今と昔の横浜を比べていきましょう。はい、今のあの。横浜ガールたちは放課後どこに行くんですか、遊び行ったり。今の横浜ガールたちは、うん、でもそうですね、やっぱりビブ横には必ず行きます、ね、ビブ横、今もそうなんだ。ビブ横今でもやっぱり集まりますね、横浜駅にあるビブレっていうところなんですけど、うん、ビブレの横なんですよ。ビブレの横の裏路地を訳してビブ横なんですけど。あ、そうなんだ。そう、横浜の横じゃないんだ。あ、違います、ビブレの横。ビブレの横、横だ、はい、ビブレの横で、ビブ横、はい、でも昔と違って今たまらないようにモスキート音が流されちゃってるから、そう、あのビブ横より少し離れたちょっとした広場でたまったりしてますね。でそこはもう各区のイケてるヤンキーとギャルたちがバーって集まるところなんで。そう、オールスターだ。そう、そこはあなた行ってたの？行ってました。だから多分剛力さんとかが あんまり行っちゃいけないよって言われてたところに行ってました。どうやったの剛力さん？まさにあのそこは危ないから通るなって言われてたんだ。そうか、あんな通るから怖い。でも確かにちょっと怖いんですよ、空気感っていうか、そこだけちょっとだけ空気感変わるというか。なんなんその例えば剛力さんが歩いてたらなんかイチャモンつけられんの？イチャモンはつけられないけど、うん、あれ誰初見どこのやつ？初見どこのやつ？そらみんな。なんかそもそも絶対通らないです。